応援しています。やっほー、マスターくん、ご機嫌いかがかな。それはともかくとしてハッピーバレンタイン、チョコください。おっと、思春期にありがちな投げやりの対応。ああ、手作りと見た。それは謙遜だな。君が真っ当に作り、真っ当に汗を流したなら、当然その味はその流した汗に準拠する。予想通りにうまい。これぞ全量の味と言えよう。というわけでこちらが私の返答さ。ちょっとしたマニュアルだと思う。君がこれから送るであろう幸多き人生、しかしその行く手には遅かれ早かれ悪意が忍び寄るだろう。陰謀に巻き込まれるかもしれない、共に騙されるかもしれない、あるいはもっと違う形の邪悪さを見出すかもしれない。そんな時にはこの経典を使いたまえ。あった、そんな顔をしないでもらいたいな。確かにここには合法非合法問わず、あらゆる犯罪のアイデアとその対策手段が書かれている。そう、対策だと。世界の悪を知る私がそのあらゆる対策を綴ったのだ。名選手必ずしも名監督にあらずだが、名犯罪者は必ず名探偵にもなりうるのさ。悪よ君が。バカも休み休み言ったまえ。君が悪に落ちたなら、そうさな、目でピーナッツを噛み、鼻でスパゲッティを食べてやる。